はこのクラッチカバーのこのカバー、これ磨きます。これ黒のまんまって思いよったけど、これ表面じゃないけど、表面ではないけど表面みたいな感じで仕上げようと思います。基本私は磨くのがあまり好きじゃないんで、最終的にはクリアを塗ってクリア仕上げをします。なんでかな、ざっと今磨いた。この細かいところはまた違うやつで磨きます。その辺は黒で、どうしてもこの隙間だけは無理。
ここもちょっと削ってしまった。ご愛嬌つで、これはなんつうのかね、鋳物、これアルミってこんなんな感じ、わからん、これこのす、これなんでできたの、わからん。これはこれでよくない、なんかレトロ風でサビが出るんであればあれやけど、とりあえずこれクリア塗ります。まだその辺の材料は用意してません。あとこのカバー磨くのと、このオレンジのこれ磨こうか。ボーリンズ磨いてみました。表だけ、これが磨いたやつ、こっちが磨いてないやつ、磨いてないやつ、磨いたやつ、黄色が出てきたけど、これまた塗ればいい。近くで見たらザラザラっていうかね、この素材がこっちも分かるかな、動画で。この着物っていうか、そのまま生かそう。そう。スイングアームよね。これ外さんと無理よね。これ磨くの大変やな。すること山積み。性格がよう出てる。何でもかんでも引っ張り出してる。透明機にしたところを早く見たいで、とりあえずちょっと半分だけボルト外して透明機します。全部外すとね、オイルも漏れるし、なんでつけたまんま磨いたかというと、外すとさ、ガスケットつかね、パッケつかね、やり直さなきゃいけないの、余計なお金かかるからね。だからつけたまんま磨きました。してなかった。いいか仕上がりを見たいだけやって、thank you.
してるんやけど、約ね、わかりにくいけど、これってわからんな。熱気したところないところ、してないところ、したところ、してないところ、したところ、完全じゃないな。不純物をやっぱ完全に取らんと、磨くと色が落ちるね。水色買ってきました。